お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、帝国陸軍のエリート参謀を養成し、ひいては陸軍首脳部で一大学閥を形成した、陸軍大学校の開設を、その設立経緯から、激しい受験競争、近代戦の戦術演習の様子、石原莞爾や東条英機の学生時代、教官らのエピソードも交えて一挙に解説する。陸軍大学校になぜ焦点を当てたの？それはね、陸軍大学校を優等で卒業した将校たちには、天皇陛下から恩賜の軍刀が贈られるんだけど、その将校たちは帝国陸軍内で、俗に軍刀組、と称され、大本営や陸軍省の中枢で一大学閥を形成するんだけど、私はある文献を読んでいてこの軍刀組、という言葉が目に入り、その言葉の迫力に興味を持ち、帝国陸軍を調べ始めたんだ。思い入れのあるテーマなんだな。それから、いかついテーマの割には、背景が波の動画で、音楽が静かなジャズなんだけど、なんでなの？それはね、私がゆっくり動画で歴史解説を見るときは、仕事終わりにリラックスして見ることが多かったから、この動画を見てくれる人にも、波の背景と静かなジャズでリラックスしながら見てほしいという思いがあるのさ。それでは、陸軍大学校の解説を始めていくよ。早速だが、戦前の日本の帝国陸軍で、将軍って言うと誰が思いつく？有名なところだとやっぱり東条英機かな。そうだね。東条英機は陸軍大将まで昇進して、太平洋戦争の開戦時は首相だったね。他には、石原莞爾とか。渋いね。石原莞爾は満州事変や世界最終戦論で有名だね。階級は陸軍中将まで行ったけど、東条英機と対立をして左遷されたという話もある。ところで、この二人の最終学歴って知ってる？そういえば知らないな。軍人も一種の官僚だけど、東大ではないよね。東大ではない。ちなみに戦前だと、軍人直輸とかで軍人は天皇直属の軍人つまり陛下の軍人であって、官僚とは一線を画すると考えていた軍人もいたようだね。軍人直輸では、陳は何時ら軍人の大元帥なるぞされば陳は何時らを国王と頼み何時らは陳を投資と仰ぎて、との一節がある。石原莞爾なんかは、満州の関東軍参謀時代に、日本から来た官僚に対して、あんたは正統の総区だ、と罵ったという逸話もある。総区、っていうのは要するに犬だな。ひどい異様だ。最近の忖度の方がまだマシかもしれん。もっとも、明治憲法下では官僚も天皇の管理、と位置づけられていたから、石原莞爾の発言は官僚に対してというよりも、汚職摘発が続発していた当時の政党に対して批判的な思いがあったのかもね。戦前の政党と官僚の関係も今後は解説をしたいけど、今回は帝国陸軍に的を絞るよ。話題がそれたな。すまんね。東条英機と石原莞爾の最終学歴は、陸軍大学校、だよ。大学校って言うと大学とは違うの。陸軍大学と記載している資料や文献もあるけど、いろいろと異なる点がある。普通、大学というと、今でいう文部科学省、戦前では文部省の管轄となる。しかし、陸軍大学校は、当時の文部省の管轄ではなかった。もっと言うと、陸軍関係の教育機関は、陸軍の教育総監部が管轄してたんだけど、陸軍大学校はこれも特殊で、参謀本部が管轄してたんだ。いきなりいろんな組織が出てきたんだけど。そうだな。参謀本部と教育総監部の必要な解説だけしておこう。戦前の帝国陸軍には、陸軍参長官という3人のトップがいたんだ。3人もトップがいたの？そう、これは帝国陸軍が模範としたドイツ帝国陸軍、厳密にはプロイセン陸軍の制度を模範にしたんだ。つまり、陸軍省を率いる陸軍大臣、参謀本部を率いる参謀総長、教育総監部を率いる教育総監が並列して、それぞれが天皇直轄の部下として組織を統括するという複雑な制度だったんだ。陸軍省は軍の予算や人事などの軍事行政を、参謀本部は作戦計画の立案や情報収集などの統帥事項を、教育総監部は陸軍のいろんな陛下の学校など教育関係を担当していたんだ。が3人もいたら意見まとまらいよね。実際に太平洋戦争ではこの弊害が大きく出たんだ。太平洋諸島での作戦計画の立案は、
統帥事項を司る参謀本部の担当だから、どの島にどの程度の兵力と武器弾薬を輸送して作戦を展開するかは参謀本部が検討して作戦案を決めるんだけど、兵力や武器弾薬を輸送するために調達する船の量を決定する権限があるのは陸軍省だったから、陸軍省が、そんな大量の船を出せるか。そして参謀本部の作戦案に横槍を入れたりしたんだよね。この横槍に腹を立てた参謀本部の担当者が陸軍省の担当者を必要以上に罵倒しちゃって左遷されたっていう話もある。の弊害を考慮して、太平洋戦争中、東条英機は、軍政と統帥の一体化を目論んで、陸軍大臣と参謀総長を自ら兼務したんだ。このことなどから東条英機は後々に独裁者なんて批判も受けたりしたんだけどね。なるほど、そういう背景があったんだね。話を戻すと、戦前の帝国陸軍には、教育を司る教育総監部があったんだ。でも、この動画のメインテーマである陸軍大学校は、参謀本部の管轄だった。特殊な学校だったんだね。その通り、陸軍大学校は参謀の養成を目的にする学校だったから、文字通り参謀本部の管轄だったんだ。参謀ってかっこいい名前だよね。現代でも選挙やビジネスで参謀って言葉が出てくることがあるけど、優秀なイメージのある言葉だよね。指揮官と参謀は違うの？指揮官と参謀の違いは、陸軍大学校の設立とその後の展開にとって非常に重要なテーマなんだ。今の段階でざっくり言うと、指揮官は戦場で攻撃や退却等のいわゆる判断を行うのに対し、参謀は、あくまで指揮官の判断を助けるために、指揮官の判断を実行するための計画を立案したり、命令文を起案したり、必要な兵力、武器、糧食を計算したりするというのが本来の位置づけだった。要するにサポートだね。その通り、しかし陸軍大学校は歴史を重ねるにつれて、指揮官を養成したいのか、それとも参謀を養成したいのか、その目的が曖昧になっていったんだ。その結果、参謀としては優秀だけども指揮官としては疑問符がつく人が指揮官である司令官や師団長になったりして、いろいろと混乱が生じたらしいんだよね。確かに事務作業とかが優秀な人でも、リーダーの素質があるかっていうと必ずしもわかんないもんね。日清戦争や日露戦争までは、戊辰戦争や西南戦争の修羅場をくぐり抜けた士族出身の猛者たちが、藩閥の偏りはあったにせよ、豊富な戦場経験でもって指揮官を務めていたから、陸軍大学校出身のエリート参謀たちをうまく使いこなして、さっきの混乱は目立っては生じなかったんだけど、太平洋戦争が始まる頃には、そういった戦場経験の豊富なベテランの指揮官たちはみんな亡くなってしまい、陸軍大学校で参謀用の教育を受けた人たちが軍司令官や師団長などの指揮官に出世していたんだ。そして太平洋戦争に突入するわけか。この後解説するように、陸軍大学校は陸軍の中枢を担うバリバリのエリートを養成する学校だったから、この陸軍大学校の特徴が、その後の帝国陸軍の特徴を作り、その結果が太平洋戦争で試練にさらされた、という学説まである。以上を踏まえて解説をしてくよ。やっと陸軍大学校の中身の解説が始まるわけだな。本当は一本の動画で解説ができると思ってたけど、前提となる帝国陸軍の組織や全体像も考えると、結構なボリュームになることが分かったという次第だよ。それぐらい陸軍大学校略して陸大は、帝国陸軍で重要な機関だった、とも言えるわけだ。陸大って略すんだね。それでは、陸軍大学校の解説を始めていくよ。陸軍大学校は、明治15年に創設された。当時の陸軍では、参謀本部や師団に必要とされる参謀将校の定員に対し、実際に参謀将校として実務を遂行できる陸軍将校の数が絶対的に不足していた。海外に留学をして、外国軍による参謀教育課程を受けた将校がいたものの、その人数は限られていたので、帝国陸軍は自前で参謀将校を養成すべく、陸軍大学校を創設したんだ。海外に頼ってたら空足りなくなるわな。明治15年に制定された陸軍大学校条例では、入学者の資格として、歩兵、騎兵、砲兵、工兵科の士官から入学者を選抜するとされた。そして、陸軍大学校の目的は、将来よく参謀の職務に頼るべきものを養成する、
と陸軍大学校条例で定められた。最初ははっきりこ参謀の要請って言ってたんだね。国陸軍が急速に拡張する中、現に不足していたようだしね。陸軍大学校の創設当初は、フランスに留学をして参謀将校としての教育を受けていた小坂千尋中尉が中心となって教育課程を整備し、入校者の教育に当たっていた。しかし、戦術教育や師団や軍団の運用教育に長けた教官がおらず、参謀の養成という目的を達成するには、陸軍大学校はまだまだ未熟な組織だった。ダメじゃん。そこで、陸軍首脳部はある人材を海外から呼び寄せることを決意する。お雇い外国人だね。軍部にもお雇い外国人いたんだな。その人材こそ、後に陸軍大学校にとてつもなく大きな影響を与え、帰国後も陸軍大学校の正門に像が設置されるほど、帝国陸軍に重要な足跡を残した人物だった。もったいぶるな。早く言え。名前は W.J. メッケル少佐。プロイセン陸軍の参謀少佐であり、不屈戦争でプロイセン陸軍参謀本部を率いてフランスを打ち破ったことで有名なモルトケ元帥の愛弟子である。そのメッケル少佐が指導のため日本に来たんだな。次に、陸軍大学校の入試について解説をしていくよ。入試とな。学生みたいだね。なぜ陸軍大学校の入試を解説するかというと、それは帝国陸軍内における出世と深い関わりがあるからなんだ。なんで軍内の学校入試と出世とが関係あるの？それはね、帝国陸軍の将校にとって、陸軍大学校の入試を突破して、陸大生になれるかどうかは、将来出世できるかどうかの重要な分岐点だったんだ。軍内における出世はつまり進級を意味する。中尉が大尉に、大尉が少佐に、大佐が少将に、中将が大将に、という具合だな。副階級には定員があり、上の階級に行けば行くほど定員は少なくなる。確かに対象の人数が多くても軍内のポストがないわな。陸軍大臣などの中央の要職や、軍司令官などの指揮官ポストは限られているからね。そうすると、将校たちの間では、自然に出世争いが始まる。大人数の同期が、少尉、中尉、大尉と進級していくに従い、定員が狭くなり、軍を辞める動機がどんどん増えていくわけだ。厳しい競争だな。どこの組織も同じなんだね。確かフランス軍の言葉だったと思うけど、尉官同士は友人、左官同士はライバル、将官同士は敵という言葉もある。つまり陸軍将校の下層である少尉、中尉、大尉同士はまだ出世競争が激しくなくて友人だけど、その上の少佐、中佐、大佐ぐらいになると出世競争が激しくなってライバル同士になり、さらに上の少将、中将、大将同士だともはや出世競争における敵、という意味らしい。でも帝国陸軍ではどうやって出世する人が決まったの？戦争があれば実力差が出るだろうけど、頻繁にはないしね。そうなんだ。そこで軍内の学校での成績が重要になる。軍隊といえども戦争のない機関は巨大な官僚機構だから、事務処理能力に長けた軍人官僚が重宝されるという背景もあり、軍内で出世するには、学校でいい成績を収める必要があったんだ。人数も備品も他の役所と比較すると桁違いだから軍隊にも管理が上手い官僚は必要だろうね。もちろん、成績だけで全ての人事を決めたわけではなく、そこは上司の評価によって左右された面もあるようだけど、やはり帝国陸軍で出世する確実な方法としては、陸大で優秀な成績を収めるというのが大事だったようだね。だから陸大の入試競争が激化したわけか。しかも、部下が陸大に合格すれば、その上司も評価されたという逸話まである。なので、軍内では上司たちも優秀な部下を選んで陸大入試にチャレンジさせるという風潮があったらしい。部下が陸大に入れば上司の評価的にもプラスというわけか。上司に勧められて陸大を受験したので有名なのは、石原莞爾だろうな。満州事変の石原莞爾。そう。幼少期から特に学科では抜群の成績で、天才と言われていたんだ。石原莞爾は陸軍士官学校卒業後に宮城の連隊に勤務し、兵隊と共に朝から晩まで訓練に明け暮れる日々を送っていたら、上司の連隊長から、我が連隊からも陸大合格者を出せとのお達しで、本人は消極的ながら陸大入試に挑戦をしたらしい。
結果はどうだったの？余裕で合格した。陸大は初審と再審の2段階で選抜され、初審はいわゆる筆記試験なんだけど、石原幹事は早々と筆記試験の答案を書き終えて退席し、試験会場のあった東京に駐屯する陸軍部隊の訓練を見学してたらしい。そんな緩い試験なの？断じて緩い試験なんかではない。陸大入試は浪人組も多く輩出するほど厳しかった。石原幹事が特別なだけだよ。ちなみに、東条英機は陸大入試に3回挑戦しており、2回連続で不合格となり、3度目の正直で陸大に合格してる。二浪したの。陸大に挑戦するのは、部隊とかで現役で働いてる将校だから、浪人生とは若干違うかもだけど、そうとも言える。東条英機は最終的に大将まで進級したんだから、意外といえば意外だね。帝国陸軍で有名な将軍には結構浪人組も多いんだよ。ポツダム宣言受諾時に陸軍大臣だった。陸軍大将の穴見惚歴かも陸大の浪人組だよ。現役で入る方が難しいんか。陸大入試には数年を費やして合格を勝ち取る将校も多かったらしい。部下が陸大入試を決意すると、その上司の中には、部下が勉強時間を確保できるようあえて自由時間の多い部署に転属させる例もあったそうな。私はそういう上司好き。優しいよね。自分の評価が上がることに対する期待という面もあったにせよ。陸大入試に挑む将校は、働きながら勉強するってこと。陸大の受験資格は、隊付けって言うんだけど、部隊で2年以上勤務経験を積んだ歩兵将校、騎兵将校、同じく1年以上勤務を積んだ砲兵将校、工兵将校に受験資格が認められたんだ。陸大の試験は2段階で実施され、基本的に、初審は筆記試験等による学力審査、初審を突破した将校に課される再審は、陸大教官による面接試験で、学力の応用が試される。軍人の学力審査ってどんな科目なの？一例を挙げると、算術簿記、速図、整図、憲兵科応問、外国学などがあった。地図系が多いね。地図は陸軍の軍人にとって重要だからね。帝国陸軍の参謀本部にも、陸地測量部っていう地図や測量の機関があった。明治期に日本の地図や測量の発展に陸軍が寄与した影響は大きいんだ。その学力試験に合格すると、次は面接試験だな。この面接試験が厄介なんだ。古典的な圧迫面接っていうわけじゃないけど、複数名の陸大教官が面接官となって、戦術や兵器などについて口頭で諮問を与え、受験生はその場で検討の上回答を発し、その回答に対し教官が質問や弱点を追求するっていう。陸大教官ってつまりその道のプロでしょ。聞いただけで恐ろしい面接だわ。受験生がその場で考える回答だから、もちろん完全なものではない。陸大教官は、受験生の回答に厳しい指摘を発することで、受験生がどう反応するか、つまり冷静かつ迅速に状況判断ができるか、誤っている点に固執しないかなど、基礎学力以外の部分も面接で炙り出そうとしていたんだ。戦場で冷静かつ迅速に判断ができるか試していたのかもな。東条英機は、お父さんが陸軍大学校の1期生で葛飾という秀才の軍人だったから、お父さんを模擬面接官にして、厳しい諮問と回答の訓練を重ねたらしい。東条英機のお父さんの名前は東条英則な。上州閥と対立して陸軍では望んだような出世が叶わなかった将軍でもある。日露戦争で参謀として出征し、指揮官に誤った見通しを進言したから左遷されたという説もある。原因はともかく、陸軍を一時支配した上州閥に対する批判の思いは激しかったらしい。東条英機は、この父の思いを受け継いで、後に陸大教官に就任してからは、陸大入学者から徴収出身者を排除できるよう面接を展開するなどしたという話がある。親子で陸軍大学校に関わってたんだな。この最新の面接では、石原幹事も伝説を残している。あの天才か。石原幹事は、陸大教官から機関銃の運用方法について諮問されたんだ。そしたら石原幹事は、黒板に、機関銃を装備した飛行機が、縦列の歩兵集団に対し機銃掃射する図を書き、酔っ払いが丸々するように射撃しますと回答したんだ。
石原漢字は巻き舌で機銃掃射の様子を口頭でもうまく表現し、笑ってしまった陸大教官もいたそうな。石原漢字らしいエピソードだな。ほんとこの人は逸話が多いんだわ。陸大の合格率ってどれくらいだったの？合格率は約1割だったと言われている。現役受験だけでなく再チャレンジや再々チャレンジ組も入れて1割だから、難関だったのは間違いない。今回は帝国陸軍のエリート参謀たちを養成した陸軍大学校での戦略演習や学生たちの苦労について語っていくよ。まず早々期の明治陸軍において、その近代化が進むにつれて、急ぎ大量の参謀将校が必要になったが、明治陸軍が自前で作った陸軍大学校での教育はどうも心もとなかった。生まれたばっかりの陸軍だしね。そこで明治陸軍は、当時優勢を極めていたドイツ帝国から講師を招待し、参謀教育を一新しようとする。陸軍版の雇い外国人だな。明治陸軍の幹部がドイツ帝国に講師の派遣を依頼したところ、極東の小国とはいえその軍政に自国の影響を及ぼせると判断したドイツ帝国は講師の派遣を承諾する。お雇い外国人にはそういう外交的な判断もあるんだな。むしろ自国の影響拡大という目的の方が重要かもね。実際、明治陸軍がドイツ帝国から講師の派遣を受けるという情報をキャッチして慌てたのが、当時明治陸軍を指導していたフランスだ。ドイツ帝国からの講師派遣を知ったフランス側は明治陸軍に本意を促すが、普仏戦争で劇的な勝利を飾っていたプロイセン陸軍を擁するドイツ帝国の方に部があったと言えるだろう。ドイツ帝国陸軍とプロイセン陸軍って違う組織なの？厳密に言うと異なる。ドイツ帝国は複数の国家が連合して成立した連邦国家なので、ドイツ帝国内には、主軸であるプロイセン陸軍の他に、バイエルン王国擁するバイエルン陸軍なども存在したんだ。ややこしいな。ちなみにだが、第一次世界大戦時に、このバイエルン陸軍には、後にナチスドイツの総統となるアドルフ・ヒトラーも兵士として従軍していたんだ。あのヒトラー総統が。ヒトラーの話を始めるとそれだけで動画終わるから、話を戻す。当時のドイツ帝国において、陸軍を率いていたのは、参謀総長モルトケ元帥だった。モルトケ元帥はプロイセン陸軍参謀本部を率いて不応戦争、普仏戦争を勝利に導いた高名な軍人だった。明治陸軍からの講師派遣の依頼に対し、モルトケ元帥は二人の愛弟子のうちのどちらかを日本に派遣し、もう一人をこれもドイツ帝国に軍事指導を頼んでいたトルコのオスマン帝国に派遣するべく検討した。愛弟子って誰と誰なの？一人は、コルマール・フォン・デアゴルツだ。参謀将校でありながら戦士研究にも造詣が深く、後にオスマン帝国に派遣され、元帥まで昇進し、第一次世界大戦時には再びオスマン帝国に赴き、皇帝の軍事顧問やオスマン帝国軍の軍司令官として活躍した軍人だ。もう一人が、W.J. メッケルだ。この人物こそ、日本の陸軍大学校の教育を変革し、帝国陸軍の礎を築いたと言っても過言ではないほど大きな影響を明治陸軍に与えることになる。ゴルツやモルトケと比べて眼光鋭いな。メッケル少佐はビール醸造所の息子に生まれ、プロイセン陸軍大学校卒業後は普仏戦争で鉄十字勲章を受章するなど、実戦派の軍人だった。極東の小国に派遣される人事を渋るメッケル少佐に対し、ドイツ帝国陸軍は説得を重ね、ようやくメッケル少佐の日本派遣が実現された。当時の世界情勢からしたら日本なんて新興国中の新興国だもんな。メッケル少佐は来日して間もなく、帝国陸軍の陸軍大学校教官に任せられるが、学生だけでなく明治陸軍の幹部らとも交流を重ねた。メッケル少佐と親しい関係を築いた代表的な軍人は、小玉源太郎だ。日露戦争で大山巌と組んで大活躍したな。小玉源太郎はメッケル少佐の知見を称賛し、メッケル少佐の感謝を自ら訪れて明治陸軍に関する意見や指摘を聞いては明治陸軍建設の参考にしていたらしい。例えば、当時の明治陸軍は軍隊の編成単位として賃貸を各地に設置していたが、メッケル少佐の意見を踏まえ、賃貸を廃止し、より戦略的機動的な師団に改編するなどしている。さて、以前の動画で解説した浪人生も含めて合格率約1割の難関を突破した青年将校は、
晴れて陸大生となり、数学や外国語などの一般教養だけでなく、戦術、戦史、参謀用務、馬術、海戦など多岐にわたる科目を受講することになる。海戦は海軍の仕事じゃないの？なぜ陸大で海戦の授業が？この点は海軍にあった海軍大学校で陸戦の授業が実施されたのと同様で、陸海軍共同作戦の観点等からそれぞれの戦術を学ぶという趣旨だったらしい。まあその後の歴史で帝国陸海軍の共同がうまくいったかどうかはみんな知っている通りだ。また、国際法などの授業や、陸軍省から将校が派遣されての行政予算に関する授業なんかもあったらしいが、ある将校は行政予算の授業について何も覚えていないと回想しているくらいだから、義理で開講している程度の授業もあったようだな。あるよね、消化目的だけの授業って。陸軍大学校でのメインの科目は何と言っても戦術だった。戦術って響きはかっこいいんだが具体的には何をするの？旅団や師団、さらには軍団規模の部隊をいかに運用して敵を撃滅するか、それが戦術の主眼だったらしい。具体的には、陸大生らには想定と称される仮想の作戦状況が与えられる。例えば、A 軍集団と B 軍集団が対峙しており、A 側には3個師団の兵力、B 側には4個師団の兵力、その他補給体制や増援部隊の有無、地形、天候などの状況が与えられ、学生は A 軍集団の司令官として、B 軍集団を撃滅するために、どのような運用をどのような根拠を持って決断するか、それが戦術だ。いきなりそんな判断が青年将校にできたの？一部の例外を除いて陸軍の士官養成を目的とした陸軍士官学校の卒業生である青年将校らは、陸士では初級の戦術を習っていたものの、それは実践的なものではなかったらしく、ある将校なんかは、適当に部隊の進撃する矢印を地図に書いたら評価が思いのほか高かったので驚いたと回想しているんだ。しかし、陸士ではそれで通用しても、陸大は戦術を操る参謀を養成するための学校だったから、レベルははるかに高かった。想定を使っての戦術演習にあたっては、原理や原則は最低限講義されるものの、基本的には学生らが自ら作戦計画を練り上げ、それを発表し、教官や学生らとディベートを経て連磨させていくという過程だったらしい。教官は原案と言われる作戦の模範回答を一応用意しているんだけど、学生の発表する作戦案が筋の通った合理的な作戦であれば、教官の原案と異なってもその学生を高く評価するシステムだったんだ。聞く限りでは合理的な教育システムだが、陸大卒業生の参謀らが日清戦争や日露戦争で活躍したから、成功した面もあったんだけど、悪い部分もあった。例えば、ディベートを通じて自分の考えた作戦案を承認させるため、議論する能力や強気に発言する能力は発達するものの、より本質的な作戦案の優劣はなおざりにされる傾向や、想定では相手の戦力や現地の地形などの情報が事前に与えられているため、実際の戦闘では自ら情報を収集する意識に欠けてしまい、情報活動を軽視してしまう傾向などが生まれたんだ。これらの悪い傾向は太平洋戦争で効果を発揮してしまうことになる。ガダルカナルやエンパールという言葉が浮かぶな。陸大生は各々の勉強姿勢も微妙に異なっていた。大抵は、当初は教官の原案を吸収しようと教官の考えに忠実だが、学年が進むにつれて独自の戦術観を養い始め、教官の発想を超えた作戦案を提示する学生も出てくることになる。この点、太平洋戦争開戦時には首相となる東条英機なんかは、努力則権威を座右の銘にしていただけあって、教官の考えをコツコツと忠実に学ぶタイプの学生だったらしい。東条英機のイメージに近いな。それと対照的だったのが石原莞爾だ。石原莞爾は、陸大に入る前から軍事雑誌などで独自に戦術の研究を重ねており、石原莞爾の考える作戦案は教官の原案としばしば異なったらしいが、石原莞爾が作戦案の根拠を説明し始めると、教官をはじめとする教室全体が聞き入り、石原莞爾の作戦案の合理性に驚いていたらしい。
満州事変を画策する能力が垣間見えるな。陸軍大学校ってね、戦術や戦史の科目で宿題が出たらしいんだけど、いきなり解説に入ったな。その宿題が本当に大変だったみたいなんだよ。与えられた戦闘に関する各種情報を踏まえて地図とにらめっこし、徹夜で課題の作戦案を起案する学生もいたらしい。今みたいにコピペできないもんな。貼り付ける作業だけだもんね。研究者の知り合いから聞いた話だけど、研究室のある学生が提出したレポートの文章中には要出典って書いてあったらしいよ。せめて遂行してからだそうな。さて、陸軍大学校では学生が課題やディベートなどで作戦感覚を磨いていくという意味では苦労が多かったが、教える側の教官も相応に大変だった。お互い軍人だもんな。戦術に関しては初級者だった青年将校たちが学年を重ねるにつれて独自の戦術思想を貫用し、教官と激論を戦わせる事例もあったらしい。そして教官の講義の進め方に堂々と意見して立てついた学生の逸話もある。例えば、陸軍大将まで進級することになる東条英機は、若かりし頃の陸大教官時代、講義の仕方に対して学生の評価が二分する教官だった。東条教官の講義に対して肯定派と否定派がいたのか。東条英機はドイツに駐在していたこともあって、第一次世界大戦で敗北してもドイツ陸軍を評価し、いわゆるドイツ B 級の軍人だった。東条英機は陸軍大学校で戦史を講義しており、特に第一次世界大戦でドイツ帝国とフランスイギリス連合軍が激突した西部戦戦史を講義していたんだが、ドイツ B 級だったこともあって、ドイツ帝国の将軍などドイツ側で作成された資料にもっぱら根拠を置いてドイツ軍の視点で講義をしていたので、どうしてもドイツに肩入れをするというかドイツ寄りの講義だったらしいんだ。どんだけドイツって単語が出てくるんだ。これに疑問を持ったある学生は、西部戦線に関する資料を漁って、東条英機が講義資料にしている書籍を特定の上、フランス軍とドイツ軍の両方の視点に立った中立な講義をすべきだという意味を込めて、フランス軍の将軍が書いた資料を東条英機の講義中に読み上げたんだ。その学生の勇気たるや。東条英機は苦い顔だったらしい。まあいい顔はしないわな。帝国陸軍には、将校の持つ適性を、野戦司令官向きの野戦的、幕僚参謀向きの参謀的、教育者向きの教育的、の3種類に分類して、将校らがお互い評価する風潮もあったらしいが、その点東条英機は教育的ではなかったようだね。生意気な将校もいる学生を相手にして根気強く指導する教育的のある人は貴重だな。帝国陸軍最後の参謀総長である梅津義次郎大将は、これも若かりし陸大教官時代、自分の考えを学生に押し付けるのではなく、学生自らが考えて成長できるようにうまく誘導する優秀な教官だったらしい。教育的の将軍か。もっとも、梅津義次郎は、じゃじゃ馬だった関東軍に司令官として赴任し、下克上的風潮が横行していた関東軍を見事にまとめ上げて統制するなど、教育以外の方面でも優秀だったらしいから一概に教育的とは言えないかもしれないね。さて、教官を苦労させたというか驚嘆させ続けたのが石原莞爾だ。石原莞爾はいわゆる天才型の戦術家だった。多くの学生が何時間もかけて場合によっては夜を徹してまで練り上げる課題の作戦案も、石原莞爾は陸大から帰宅後の短時間で処理してしまい、そのまま友達である陸大生の同級生の自宅に遊びに行ったらしい。え、待って、その同級生にも難しい宿題出てるんじゃないの？そうなんだ。その同級生としては、石原莞爾には一刻も早く帰ってもらって宿題に取り掛かりたいわけだが、プライドの観点から帰ってくれとは言いにくいという状況になる。じりじり焼かれる気分だったろうな。その同級生はやっと石原莞爾が帰宅してから課題に取り掛かり、しばしば寝不足状態だったそうだ。学生らは基本的に教室で講義を受けるだけだったの。いや、これはドイツ帝国から指導に来たメッケル少佐の方針でもあったんだけど、教室における地図上での演習である程度の戦術能力を養ってからは、作戦が想定される現地に実際に赴いて、地形等を見分して作戦案を検討する現地戦術もあった。より実戦に近い状況を踏まえて作戦案を検討する訓練をするわけだな。この現地に赴く工程を参謀演習旅行とも言ったんだ。
大部分は真面目な戦術演習だったが、陸大の参謀演習旅行の中には、ある意味物見遊山的な旅行もあった。観光的な。日露戦争の戦績を訪ねて満州を旅行する参謀演習旅行は、ほぼ物見遊山だったらしい。楽しいじゃん。引率の教官らはそうだったかもしれない。しかし、陸大の学生らには落とし穴があった。その旅行で何を学んだか、報告書を帰国後に提出しないといけなかったんだ。まさか観光の感想を書くわけにはいかないから、陸大の学生らはそれこそ知恵を絞ってもっともらしい報告書を仕立て上げるのに苦労していた。しかし、苦労しない男が陸大生に一人いた。石原幹事か。石原幹事は報告書にわずか4文字で、初見なしと記載し提出をしたんだ。正直すぎるが本質をついた報告書だな。担当教官の苦笑いする顔が目に浮かぶね。その他にも、大規模な兵団を運用する参謀たる者は、自分の所属する兵科以外にも、砲兵や工兵などの運用術にも通じていなければならないという発想のもと、いろんな兵科の部隊に派遣されて、その兵科の専門的な運用を学ぶ過程もあった。座学だけじゃなくていろいろやってたんだな。うん。この他兵科のことも学ぶという発想で、食料や弾薬の補給に関する兵団についてより深く学んだり、当時は専門兵科としては存在しないが軍事情報収集活動について深く学ぶ過程があれば、太平洋戦争での兵団や情報の軽視という風潮は生まれなかったかもしれないね。この他の兵科の運用を学ぶというのは、結構苦労した学生もいたようで、特に砲兵科は、兵士、馬、大砲など複数の要素が複雑に絡み合う号令を操って運用する必要があり、砲兵科出身でない学生にとっては大変だったらしい。当時は馬か。しかし、この過程でも苦労しない学生がいた。石原幹事だな。石原幹事はいざ砲兵部隊に命令を出すとき、本来は馬や大砲などの複雑な要素で蘇生された号令を習得の上命令を出すべきところ、石原幹事は砲兵部隊に、いつもの通りやれと叫び、うまくいったらしい。肝が据わってるな。以上のように陸軍大学校の学生と教官らの苦労話をしたが、この学生と教官との結びつきは、普通の学校とは少し異なるものだった。なぜかというと、教官と学生は同じ陸軍内のしかもエリート将校同士であるから、数年後には上司と部下の関係になる可能性も高く、その関係性は普通大学の教授と学生との関係に比べて濃かったと言える。要するに職場内派閥の親分子分になるかもしれない関係ということだな。さっき東条秀樹の陸大教官時代の逸話を紹介したが、東条教官を肯定的に評価する学生もいた。東条秀樹は学生の面倒見が良く、自宅を訪ねてくる学生には丁寧に質問に答え、裕福ではない中でも家庭料理を振る舞って歓迎したらしい。面倒見のいい教官という一面もあったんだな。ここまで見てくれた人、ありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。